はい、さいちゃんまりです。はい、今日はですね、ヘアアレンジの動画でございます。先日出した石原さとみさん風メイクの時に何の気なしにこう前髪をかき上げ前髪にセットしたんですけど、せっかくなんで今日はもっと詳しくこの短めのパッツン前髪をかき上げ前髪にセットする方法っていうのを解説していきたいと思います。前髪変わるだけでね、かなり全体の雰囲気変わってきますので、ぜひぜひマスターしていってください。それではやっていきましょう。レッツゴー。ではですね、始める前に必要なものをね、紹介していきます。まず一つはミストスプレーですね。髪がね、濡れさえすれば一応水のスプレーでも全然いいんですけど、できればブロー用のミストっていうのが売ってますので、そっちの方が癖付けがしやすくなります。コスパのいいおすすめのミスト下に貼っておきますので、よかったら見てみてください。続いてはこちら、ヘアスプレーですね。できればハードなものを選んでください。前髪が短いとどうしてもね、セットした後に短いのがピョンと出てきてしまいますので、しっかりとガチリと固まるようなハードスプレーを用意してください。それからお好みでこうワックスですとかオイルですとか、そういうスタイリング剤ですね。この辺はもう自分の作りたい髪の質感に合わせて用意してみてください。それからロールブラシですね。こういう丸いブロー用のブラシです。これ100均で買ってきたんですけど、基本的に何でもいいです。で、髪が短めであればあるほどこのブラシも細いやつの方がやりやすいですね。なんでこれだとちょっと私の前髪には太いかなぐらいです、正直。それからドライヤーですね。ドライヤーも何でもいいんですけど、よっぽどないと思うんですけど、温風と冷風両方出るものにしてください。冷風出ないってなかなか今売ってないと思うので、何でも大丈夫だと思います。あとは最後にこのコテまたはストレートアイロンですね。で、今回は 25mm のコテを用意してますが、前髪がもう少し長い方だったら 32mm ぐらいのね、太めのやつでもいいかなと思います。あとこういう巻く用のね、コテじゃなくても普通のストレートアイロンでも癖がつけば大丈夫です。はい、それではこちらの道具を使って早速やっていきます。それではまず髪全体をミストで濡らしていきます。で、この髪全体がお風呂上がりみたいにね、びしょびしょになるほどまではやんなくていいんですけど、この前髪、それからこの頭頂部ですね、分け目のあたりはこう癖を変えていきますので、この辺はしっかりめに濡らしてください。はい、こんな感じで濡らしましたら、続いてブローをドライヤーでしていきます。かき上げ前髪を作る時って前髪の部分だけ触りがちなんですけど、分け目って前髪以外にもここも全部つながってつむじまでいってるじゃないですか。この前髪に合わせてつむじまでのこの分け目も変えないと後ろがおかしいことになってしまいますので、まずはこの全体の分け目を消していきます。とりあえずですね、分け目を消すためにここをジグザグと手ぐしで溶かしてほぐしながら前に持ってきます。こんな感じで手でガーッとこの分け目を消しながら、一旦こっち向きにブローします。こんな感じで一旦こう前に全部分け目を消してもらって、このつむじの部分もね、消す感じですね。続いて、分け目をかき上げ用の分け目で一旦分けます。で、この時にまっすぐじゃなくてちょっとだけジグザグしてあげると、この普段と違う分け目でも髪の毛が落ちてきにくくなります。よいしょ。はい、こんな感じでこうざっくりした分け目でね、今だと8-2ぐらいですね、こう分けましたら、今全部前に髪の毛来てますので、今度それぞれで後ろに向かって、ブローをしていきます。で、この時にですね、この前髪の一番立ち上げたい部分ですね、ここを手ぐしでぐしゅぐしゅっと分け目消しながら上に引っ張り上げて熱を当てます。で、それからですね、この分け目の部分もそのままやるとぺったんこになってしまうので、少しこう握って持ち上げながらですね、この感じでブローしていきます。でですね、この9割ぐらいですね、もうあともう少しで乾きそうだなぐらいにまで持ってきたら、ブラシでこの今立ち上がって上にこうね、不安定になっている前髪を後ろからこう巻き取りまして、よいしょ、
はい、この状態 で髪の毛っていうのは温めて冷えた時にしっかりと形が固まりますので、こうブラシで固定した状態で温風で温めて、その後冷風でしっかりと固定します。でこんな感じで今前髪が、上にビョンと立ち上がってます。ただ前髪自体が短いので、毛先がね今この不安定でねピョンピョンしてるんですよね、この辺に。なのでこれを髪の毛になじませるためにコテを使います。今この立ち上がった前髪の毛先を外巻きですね、向こう向きに少し巻いてあげます。そうしましたらあと固定するだけなんですけど、前髪とかね全体的にスタイリング剤がつけたい場合はお好みでつけてあげてください。できればねワックスとかつけてもらった方が前髪のね崩れは少なくなります。で仕上げにハードスプレーで前髪のここですね、この根元の立ち上げてる部分にささっと、それからこの短い毛先の部分ですね、ここも出てきやすいのでこの辺りのささっと、あとはこの分け目の部分ですね、ここも普段と分け目変えてて崩れやすいので、特に生え癖が強い方はこの短いこの何アイロンからも逃れちゃった毛がぴょんぴょんと出てきちゃいますので、これをねこの何壁面に貼り付けるようにしっかりとハードスプレーで固定してあげてください。これでですねパッツン前髪から崩れないかき上げ前髪の完成でございます。はい、とまあこんな感じでございました。いかがでしたでしょうか。今日のポイントをまとめていきます。ポイントは1つ目、前髪を変えるときは前髪以外全体の分け目も変えましょう。普段前髪をまっすぐ下に下ろしている場合って結構ね分け目がこの真ん中あたりに来てる方が多いんですね。でもかき上げ前髪の時ってだいたい7-3とか8-2とかちょっと左右にね偏った分け目になりますので、この前髪以外の部分も一度綺麗に分け目を消してから全体の形を作っていきましょう。ポイント2つ目、持っていく方向は斜め後ろです。結構ねこのかき上げ前髪とか作る時に真横にね分け目を作ろうとねブローする方多いみたいなんですけど、真横よりもだいたい自分の耳の位置ですね、耳に向かって斜め後ろに引っ張ってブローしてあげてください。こうするとちょうどいい具合の角度になります。私ね結構眉下ギリギリの前髪でかなり短い方なんですけど、それでもねこんな感じで綺麗にかき上げ前髪作れますので、皆さんもねぜひ練習してみていつもと違う前髪楽しんでみてください。以上ということで、今回はパッツン前髪からかき上げ前髪の作り方でございました。参考になったよという方は評価とチャンネル登録お願いします。それでは次回もお楽しみに。バイバイ。